小木パーキングエリアは、佐賀県小木市小木町松尾の長崎自動車道場にある、パーキングエリアである、スマートインターチェンジを併設する。バス停留所が併設されているが、現在は使用されていない。県道特り線出入ランプの交差点小木スマートインターチェンジは、小木パーキングエリアに併設のスマート IC である。主要地方道小木富士線と接続する。 2018年3月31日供用開始。利用可能車種は ETC 搭載の全車種で24時間運用。上下線ともに出入化となっている。個進流が頻発しており、2019年4月10日に総務省がネクスコ西日本に改善を求めた。ABE34 長崎自動車道オギスマートインターチェンジが 平成30年3月31日に開通します。小城市、西日本高速道路株式会社。2018年2月16日閲覧。ご侵入相次ぐ、スマート IC 構造上の問題や標識が原因。テレビ朝日、2019年4月11日。2019年4月20日閲覧。小木スマート IC ご侵入対発行性評価局月150代。 標識の改善要請、佐賀県、西日本新聞、2019年4月18日、2019年4月19日閲覧。小木スマートインターチェンジに関するカテゴリー、ありがとうございます。